え前方に飛び込みながら殴りかかる必殺技。敵の、えー、下段攻撃を透かしながら攻撃できそうな見た目でありながら。あ、ガをさせてもマリーダが有利になる。これは強いですよ。今夜勝てばできますよ。次がマリーダ。マリーダしか気になるね。マリーダ。えー、マリーダは体が大きく長い手足を生かしたパワータイプのキャラクター。強烈なストレートを繰り出すグラディウスや アーマー判定のあるスクットゥムなどパワーあふれる必殺技を数多く持っている全体的に癖がなくインファイターでパワーあふれるキャラクターとなっているこれがグラディウスグラディウスは豪快なストレートを放つシンプルな打撃技ボタンをホールドすると発生が遅くなる代わりにヒットすると自動で追撃してダメージが跳ね上がるボタンをホールドすると自動で追撃する ヒットすると自動で追撃するってどういうことああ、あれか。コンボしてくるってことか。勝手に。これか。すごいな重量感ありますね。うーん。まりちゃんは使用率かないだから。そうやね。ちょっと、一回はまず使ってみたくなる感じのキャラっすよね。で、えー、ディマ、ディマカイルス。214P から追加で 6P。目の前にアッパーを放すディマカイルス。 アッパー後に 6P を入力すると、上から剣を叩きつける技に発生する。うん。ちょっとこれクレーム出てるのすごいな。発生16フレーム。うん。アッパーして、バンバンみたいな。これはコンボで使う感じかな多分。コンボ技っぽいですね。で、ファランクス、623P。えー、前方に飛び込みながら殴りかかる必殺技。敵の、えー、下段攻撃を透かしながら攻撃できそうな見た目でありながら。あガをさせてもマリーダが有利になる。これは強いですよ。 今夜勝手に渡てばできますよ。通常だからファランクスにキャンセルして攻めを継続したり、立ち回りでいきなりファランクスを使い一気に接近するのも強そう。これはもうファランクスをジャストパリしないときつそうっすね。まあファランクスをインパクトを取った時にどうなるかやね。確定するのかしないのか結構重要っすね。確定しなかったら強そうやなーあ、アーマー付きなのこれ。ちなみにそのゲージの紫のとこれはパリ当てミ判定っす。マジか。 そうですもう最初はマリーナでこれでゴリゴリいってくださいって感じやな。まあ、かなりその対応をシール技ですね。インパクト確定するけど反応を要求されるってどっかの記事にあった。ああ、あれか。じあ引き付けてインパクトやると確定しないとかそういう感じか。うわ、きつ。あれや、ジャンプと勘違いする感じや。じゃあファランクスに頑張ってインパクトやっちゃうぞーって思って構えてたら、普通のマイジャンプに対してもインパクト出しちゃうみたいな。そっち系やな。うわー、強そう、これ。これは強そうですね、かなり。 もう行く、そうやなぁ。うーん、まりちゃんで朝チャップしたくなって、そうやね。朝チャップできる技だね、これね。初日に強そう。で、クワドリガー、2、3、6系。一歩前進して、えー、前蹴りする、えー、クワドリガー。リーチが長く、奇襲やコンボで使えそうな性能となってる。うーん。これ、発生遅めっすね。発生20フレーム。うーん。あ、コンボ、コンボ技って感じかな。で、あ、これですね。目玉っぽい技。 トゥームタツマキックでボタンホールドで構えを継続はいはいはいこのこうやって構えてるわけね上半身がアーマー判定になり相手の攻撃を受けると反撃を行なくう必要あーなるほどボタンホールドをしてる間は構えが継続し多くの技に派生できるあーこれちょっと難しそうやな発生1フレ目からパリー判定ですね1フレ当て身ですね上半身構え中に技を受けると反撃アーマー判定上半身にしかないなるほどじゃあ下段からのコンボを持って 出ないいキャラはマリーザに結構きついってことだよねで取ったらあーでも反撃はこれだけなのかまあ無敵技はないの多分ね無敵技ない代わりに1振り当て2があるっていう感じっぽいですねでえー、っとスクッテムング中に PPP P? P?、えー、スクッテム中の派生の一つであるニトニトニトルスは、えー、構え状態から中断攻撃を繰り出そうとあーなるほど最後に追加で P ボタンを押すことで2発目の技攻撃に派生ああたくれる感じだ 好きなさそう。工場書いてへんな、これ。マイナスフレーム。まあ、この当て身をいかに使っていくか結構大事っぽいっすよね。マリーザは。これ中段で。で、キックは下段。あー、なるほど。中下段が出ると。プロケッダは前に前進しながら足元を蹴る下段技。同じくスクトゥムと、スクトゥム中の発生技であるトニトルスが中断。プロケッダが下段とガードを崩すタックとなっている。なるほど。まあ、これに対して、まあ、パリーをやっていきたいけど、駒投げがあるって感じか。なるほどね。まあ、あれっすね。 アビゲイルのあの、ナイトロをちょっと、ちょっと難しくした感じかな。ナイトロの方が簡単だったから、ナイトロはあの、ボタン2つ押すだけで突進してたから、まあ多分、この技は、その場でしか出せないから、ちょっと変わったナイトロって感じだね。で、スクトゥムの派生からクリアするコマンド投げ。エンフォールド。スクトゥムやその派生技であるトニトルス、プロケッラを警戒して固まった相手を投げることできるこれ減るよね。投げが本命なんですよね。ダメージ。 かかなり高いからこの冗談技ってどこまで取れんねやろうな例えばそのしゃがみ弱パンチとかさ取れたらめっちゃ強いやん攻めでやっぱりしゃがみコパンで暴れるっていうのがまあ基本やから発生早くてリーチが長くてまあヒットかガードされた時にフレームがいいのがやっぱりしゃがみ弱パンチやからしゃがみ弱パンチ取った時にリターンあったら超強そうだけどなどうなんでしょうね この小マレかっこいいよね。爽快感すごいありそう。ただ対空がちょっと弱そうやなっていうのは俺の中のマリちゃんの印象なんですよね。対空技ないんですよね、こいつ。で、通常だちか対空になるかもしれんねんけど、今のところ動画見てる感じ、マリーザが対空技を出してるシーンが一回もないんですよね。そこだけちょっと気になるな。うーん。まあ、アテミーで対空ってのはちょっと弱いね。で、スパコンが、 マリーザ・ジャベリン 236236P ボタンホールドでもギャラクティカ・ファントムやんこれマリーザ・ジャベリンは全力で剣を振り下ろすスーパーツ、えー、グラディウス同様、えー、ボタンホールドで発生が遅くなる代わりにダメージがあるこれ最大ためてるガードフォーになるんちゃうやろなこれかっこいいな <laughs> めっちゃかっこいいなでもなんかエフェクトが気のせいかもしれんねんけど最初のベータテストのとこよりなんかエフェクトが派手になって でこの殴ってる時の顔が見えづらくなった気がすんねん,ななんか最初のバージョンの時にもっとこう殴った時にほんまになんか顔がこう拳が顔にめり込んでるみたいな感じでもっと痛々しい感じになってたのがちょっと緩和されてる気がすんねんな最近のやつ演出がでこれは、えー、メテオリティスは、えー、上空に飛び大きく飛び上がり、えー、拳を振り下ろすスーパーツ空中に敵がロックし 対空そのままでに叩き落とす。コンボの他に、対空でも使えるスーパー,アー。あー、はい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 。これは強そうっすね。214214P、まあ。真空竜巻なんで、まあガードしながら回せて、対空になるっていう。発生球。あこれ完全無敵ですねあ、まあ。レベル2があると、まあ守りが固くなるっていう。このゲーム基本的にあの全体でそうなんですよね。レベル2があると守りが固くなるっていう。発動系のキャラ以外は。おー、かっこいい。何これ。覚醒しとるや アポウローサは突進攻撃を仕掛けるスーパーアーツ。コンボはもちろん敵の飛び道具に対策として発動できる。すげえなんかスーパーサイジみたいな。なんか作成してるな。襲いかかって。ああ、このボコボコに。怖っ <laughs> めっちゃ怖いな、これ。これ VR でしたらマジでちびりそうやな。<laughs> ダメやろ、これ。